はい、じゃあ、2回目のお話をしましょう。第1話を続けていきたいと思います。前回その人について話しましたね。原人で、旧人でとか、エンジンでとか、新人でっていう話をしましたが、この人っていうのがいつまで続いたかっていうと、今から話すんですけども、1万年前を境に人とは言わず、我々の人類と一緒のものだと扱いましょうっていうことになります。ってことは、その1万年前、ここに何が起きたかを知ることが、まずは大切ですね。準備をしましょうか。今話したように、前の時間をまとめておきますよ。原人ですね。何原人？北京原人。非ですね。で、旧人。そして、原人、原人、旧人、新人ですね。クロマニヨン人は細石器や骨格器。同血壁画ですね。例えばアルタミラ、ラスコといったものです。アルタミラ、これはスペインですね。ラスコはどこ？ラスコ、ラスコ、ラスコ、フラスコ、フランスですね。というような話をしました。原人、遠人、旧人、新人は惰性石、人がついている以上惰性石ね。旧石器ということが、これが前回の話の内容だったんですけれども、新人がだいたい4万年前からこちらを新人と言うんですが、そうしたらね、じゃあ人と言わなくなって、我々の人類と同じような扱いになったっていうのが何かっていうと、実践でいきましょうね。これはいかなる歴史用語もよりも大切かもしれないですね。この1万年前から人と言わなくなったんです。で、ここから魔性石器、だからこういくわけですね。1万年前ね、ここで何が起きたかっていうと、
1万年前に起きたことは、激しい温暖化が起きます。地球温暖化ですね。今ではちょっと下火になってきたんですけど、地球が温暖化したらどうなるかっていうと、海面が上昇して、その陸地の上の氷河の氷などが溶けて、海に、流出するだろうと、それで海面が上昇するだろうっていうことをが言われますが、その通り1万年前を境に寒い時代と暖かい時代、だから寒い時代っていうのはどういうかっていうと、それのことを氷河時代と言いますね。で、この氷河時代のことを地質的には更新世と言います。で、1万年前を境に暖かくなります。この暖かくなる年代を寒新世と言います。地質ではですね、この更新世と寒新世、どちらがどちらっていうのをよく押さえておきましょう。1万年前より前が更新世、1万年前から後を寒新世と言ったりします。よくテストでは片っぽで出て、片っぽを答えさせるとか、その地質年代ではっていう手がかりがあるので答えられると思います。更新世の方が前、寒新世の方が後です。どちらの方が上位のその概念かっていうと、完全にの方がより強い概念ですよね。だからさらに新しく、完全に新しい方が後に来るっていうふうに押さえておいてください。さあ、じゃあ新石器時代、生石器を使用した時代、1万年から後を話していきましょう。ノート上はこの列からこれを上に書いて、ここから下をこう完成させましょう。ここから寒新世、新石器時代っていうことですね。じゃあ下を消してここから続けていきましょう。この1万年からあとで何が起きたかっていうと、一番大切なのは、今までは食料を例えば狩りをしたり、果物を取ってきたりとか、木の実を取ったりっていう狩猟採集であったものが、計画して生産をして食料を得るっていうことになります。そうですね、生産計画、計画して得るっていうことが非常に大切だったわけですね。
狩猟や採集の獲得する経済だったわけですね。だから獲得できなかったら得られないっていうものから、得られるっていう経済になってくるわけですね。これが人の生活を一変させるわけですね。西アジアで麦の栽培が始まりましたね。これは JALMOっていうところやイエリコ、エリコと書く場合もありますが、そういった遺跡が残っています。無人の栽培が始まりました。でそう、しかしこの麦の栽培、初めは漢字農法や略奪農法に頼っていた。どういうことかっていうと、漢字農法っていうのは、その普段は水がないところで雨水のみに頼る。略奪農法はその土地にある養分を使い切る、元からあるその土地の養分をもう使い切ってしまって、使い切って、もう草も生えないような状態になったらその土地を捨ててその後に行くっていう、まるでこう略奪をしたかのようにその土地のパワーを使い切ってしまう、っていうことですね。土地の養分を使い切る。草も生えなくなったら、その土地を捨てて、他の土地で、農業をやるっていうふうに、なってきます。でね、そうするとまだまだその農業としては発達してないんだなっていうふうに頭に置いてください。雨水って、初めから雨、湿地帯みたいなところで、麦を植えればいいじゃないかって思うかもしれないが、その当時は元から水があるところは水がよどんでいて、汚くって、例えば蚊が発生したりとか病原菌が発生したりするところなので、やはり漢字農法をやらなければいけなかったようです。そしたらね、あるいは西アジアで麦の栽培や農耕牧畜が始まった時はね、ヤギや羊や牛の飼育というのが行われるようになったということです。しかしですね、ここで画期的な方法があったわけですね。農業が生み出されるわけですね。
今までは完治農法だったのに新しい農業の方法が生み出されます。それが灌漑と言います。完治農法だったでしょ、雨頼みだ、雨乞いをしなくちゃいけない。しかしこういうことだ、灌漑をするようになったら、はい、水のあるところから水のないところに水を引くってことだ。これが非常に重要だ。水がないところに水のあるところから水を引いてきて、その水を使う、うん、使わないときは土地を干上がらせることもできるし、土地をその水を引き入れることも、水の調整ができるようになった。これが飛躍的に生産を増大させるわけですね。生産の増大です。水があるところからないところに水を引くだろう。そしたらどういうことになるか、いやそんなこと言ったってね、水のあるところってどこだよ。川や湖でしょう。そこから水のないところに水を引くって、そんなに簡単にできることではないですよね。例えばその土木工事の技術ですよね。あるところからないところはなだらかなこうちょっと坂になってないといけないですよね。高いところから低いところに水を引いていくっていうその技術や、あるいはよし、じゃあ俺の言うこと、俺の計画に従ってやりましょうと。あなたは掘りなさいと、一日ね、日が昇ってから一回休憩をとって、ここに日が沈むまであなたはやりなさいと、あなたはじゃあ水を配ってください、あなたは食事を作ってください、ね、よし、そしたらあなたはここからここまでの区間をお願いしますというように、水のあるところから水のないところに水を引くだけでも計画であるとか命令であるとか指示であるとか、そういうふうなこう何リーダーが必要になるわけだ。リーダーがなければそういう大規模工事は完成しない。うん。リーダーが必要ですね。うん、そしたらそこに、じゃあリーダーはじゃあ私がリーダーであるっていうことで、そこで権力が集中するわけですね。そして、それ意図したかどうかわからないんだけれども、その権力者のもとに、富が集中する、要するに、道具を例えばクワやスコップみたいなのがあるかもしれないけれども、それを割と私の道具をじゃあ使いなさいっていうことで、そうすると手元に、その道具がたまる、それを売買したり、作ったり作らせたりしていくうちに富が集中していくわけですよね。
それによってこの関内工事ね、これが完成した暁にはですね、その私の言うことに、従って生産性が上がったでしょって、俺の言うことを聞いてみんな一生懸命工事をして、生産性が上がっただろうって麦がこんなに取れるようになっただろうっていうことで、その振る舞いが神というふうにだんだんなっていくわけですよね。神が生まれる。そして、食べ物がたくさんあり、権力者が存在し、神がいるっていうことですので、神を中心とした神殿を都市国家の成立、これが見られるわけだ。この都市国家の成立っていうのがいわゆる四大文明の時代ですね。インダス、黄河、教科書順で行けばよかったですね。メソポタミア、エジプト、ほら、そういうことでしょ。インダス川があったり、黄河があったり、チグリス川、ユーフラテス川があってね、今まで、完治農法をやってたけれども、あそこの水を利用したいなって言ったらリーダーが現れて水を引く、ね、水を引いたらその人がリーダーシップを取っていくので、だんだん階級が上がっていって、神のその神に仕える神官だったり、神そのものだったりして崇められると。そうして、町ができるっていうのはこの四大文明ね、川のあたりに、成立したっていうことがよくわかると思います。文明と考えっていうのは結びつけて、考えましょう。そうしたらこの都市国家において、その文明の誕生ね、これが例えば石から金属器ですね、青銅器、であるとか文字の使用であるとかが生まれて、いくわけです。そうしたらですね、ここまでが2枚目の話になります。最初1個目のお話でね、人類が誕生しました。人の話をしましたね。猿人、原人、旧人、新人、そして、それが1万年を境に、農業を覚え、もっと生産する方法はないかなと思って灌漑を覚え、灌漑の工事にはリーダーが必要なので、そのリーダーのもとに、文明がいよいよ誕生してくるということです。で、四大文明を挙げましたので、次回はこのメソポタミアについて、話をしようと思います。今回はここまで。